皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。今年もやってまいりました WPI ココナッツのココナッツ風味ですね。本日はこちらのねレビューをやっていきたいと思います。毎年ね数量限定で発売される大人気商品ですね。 WPI のラインからココナッツのココナッツの風味が数量限定で販売となります。すごくね大人気ですぐに完売してしまう商品ですね。早速ね飲んでレビューをしていきたいと思います。通常のね WPC のラインよりパウダーのね感じがしっとりとねしてますね。あのココナッツの本当に甘いいい香りが漂っております。こんな感じですね。プロテイン1キロの方を購入するとビーレジェンドのね黒い漆黒のスプーンがついてまいりますんで、こちらに対してすり切りの1杯を入れていきたいと思います。水に関しましてはね 150ml から 300ml を推奨しているんですけれども、本日も 200ml で飲んでいきたいと思います。水の量はお客様のね好みで調整してもらったらいいと思います。甘いなって思う人は水を多く入れてください。薄いと思う人は水を減らして飲んであげればいいと思います。それではパウダーにねすり切って入れていきます。よいしょ。でシェーカーの蓋逆に回してカチッって言ってから閉めます。よいしょ。泡立ちもダマもねほとんどありませんね。非常に綺麗に溶けてます。あ、パウダーの時よりねよりあのココナッツの甘いいい香りですよね。これを嗅いだら何ですかね、やっぱり南国のビーチを思い出しますよね。まあでも本当に甘くてクリーミーのいい匂いですよね。早速飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、うまい。ここは南国のビーチですか。いや本当に美味しいですね。 WPI って通常のね WPC ラインに比べて脂質とかがね糖質の量が少ないんで、味の深みっていうのがちょっとね弱いのかなっていう印象があるんですけど、ビーレジの WPI ココナッツ風味はもう非常に味に奥行きがある、本当に美味しいココナッツミルクっていう感じですね。本当に申し分ない WPI のスペックなんですけど、味に関しては本当に美味しいココナッツミルクが上手に表現できていると思います。これがねココナッツミルク風味の人気のゆえんだと僕は思っております。もう本当にねココナッツミルク好きの方には必ず、ね、気に入っていただける商品に仕上がってるんじゃないかと思います。WPI のねメリットなんですけど、通常のね WPC プロテインを飲むとねこうお腹をね緩くなっちゃって飲めないっていう方がね中にはいるんですけれども、プロテインに含まれている乳糖っていう部分が原因だと考えられてまして、その乳糖っていう部分の含有がこの WPI に関しては極力カットされてるんですね。通常のね WPC 飲んでお腹が緩くなっちゃうとか、牛乳が飲んだらお腹が緩くなっちゃうっていう方でも飲んでいただきやすい商品になっているのが WPI プロテインになります。さらにねタンパク質の含有量が WPC より多くなっております。通常のラインでしたらパウダー1杯でだいたい 20g なんですけれども、ココナッツのココナッツミルク風味すり切って1杯入れると 24.7g のタンパク質が取れます。で他にもねメリットがありまして、脂質が本当に低いですよね。 0.3g の含有量になってたり、炭水化物の量も本当に少なくて 1.3g っていう形で、脂質炭水化物っていう部分の摂取も極力控えてタンパク質を取れますんで、ダイエットされている方であったり乳糖が苦手だって方なんかにもおすすめできるのがこちらの WPI プロテインになります。でこちらのねココナッツのココナッツミルク風味の栄養成分表示ですね、1食あたり、まあ、29g あたりですね、エネルギーが 106.2kcal、 タンパク質が 24.7g、 脂質が 0.3g、 炭水化物も 1.3g、 食塩相当量 0.04g、 ビタミン C 45.9mg、 ビタミン B6 が 1.7mg となります。ココナッツミルク風味の星ですよね。甘み、酸味、すっきり、クリーミーですね。星5段階で評価してるんですけれども、甘みは星4つとさせていただきます。ココナッツミルクのね本当に甘い感じがねうまく表現されているかと思います。酸味に関しましてはもうほとんど感じませんでしたので、星は0とさせていただきます。ココナッツミルクって結構甘ったるいイメージではあるんですけれども、まあ、そこまで嫌味なくねこうすっきりと飲めたなっていう印象なんで、まあ、すっきりに関しては星1
一つとさせていただきます。クリーミーに関しましては本当にこう濃厚なねココナッツミルクのミルク感うまくね表現できてたと思います。ただね保冷感とかは感じることなくココナッツミルクかなっていうような感じがしたんでクリーミーに関しましては星5つとさせていただきます。商品ページに飛ぶ URL に関しましてはこちら動画のね概要欄の方に貼り付けておきますんでそちらから飛んでね商品ページで購入してください。まあ、飲んだ瞬間南国のねビーチでココナッツミルクにこうストローを刺して、ね、飲んでるようなそんなね気持ちにさせてくれた本当にねうまくできている商品だと思います。ココナッツミルク好きだっていう方ぜひ一度ご賞味ください。これからね夏場に向けてね体をねこう絞っていきたいという方やダイエットしている方そういった目標を持たれている方であれば WPI を取り入れるっていうのもね非常にいい方法かと思うんでぜひね試していただければと思います。毎年ね結構人気の商品となりますんでぜひお早めにお買い求めいただければと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。